ストも削減できるし、オペレーションも簡素化できるから人件費も削減できると、はい、そうするとより商品にかける単価を上げられるから、はい、安くて美味しいものが作りやすいんだよね。なるほど、うん、さあ皆さん本日もやってまいりましたということで、カズ、今日は俺が話してもいい？もちろんです。今日はね、はい、参入して成功しやすい飲食店を、はい、ジャンルで何かっていうことをお話をしていければなと思います。はい、はい、で、はい、まず一つは、はい、これはしやすい飲食店というよりかは、はい、これはやめておけっていうのをまずちょっと一つ話そうかな。そっちの方がいいですね、うん、これはやめておけっていうのは、はい、俺はね、あんまりね、実はね、レッドオーシャンとかブルーオーシャンっていうことはあんまり気にしてない。はい、どういうことかっていうと、どっちかっていうとレッドオーシャンの方はあんまり気にしてない。でブルーオーシャンの方を気にしていて、レッドオーシャンっていうのは別にもう模倣するさ、お店がいっぱいあるわけだから、あ、なるほど、それを模倣してちょっといいことをやればいいっていう考え方はできるんだけど、はい、ブルーオーシャンの方っていうのは要は文化として根付いてないものっていうのは、それを根付かせなきゃいけない苦労っていうのはあるわけよ、はい、だから木をてらったようなものとかっていうのは、うん、なかなか文化として根付きづらいから、そこはあんまり選択しない方がいいんじゃないかなっていうのはあります、はい、そんな中でとはいえね、はい、俺はアメリカのロサンゼルスでもう10年前につけ麺屋をやってしまったんですよ。当時ロサンゼルスでつけ麺屋って一軒もなかった、はい、つけ麺屋っていうかつけ麺を出してるお店がそもそもなかった、はい、でそんな中で俺はラーメン屋として出して、その中につけ麺を入れたんだけれども、はい、でもこれ入れた理由っていうのは、まずアメリカの西海岸において、はい、内陸は別よ、はい、西海岸と東海岸においてはやっぱり我々の日本人の先人の方たちが行って、はい、ラーメンという文化をある程度根付かせていてくれたっていう、まず土壌があるわけですよ、はい、そこに俺がまあそのロサンゼルスを見に行った時に、やっぱそういう文化がある程度根付いててくれたから、ラーメンはいけるだろうと、はい、だけどつけ麺はどうかなっていう不安はあった。だからラーメンをメインに持っていきながら、つけ麺を最初は脇役で持ってった、はい、だけど俺の戦略としてはつけ麺をどんどん売っていくぞっていう戦略があったから、はい、最初は皆さんラーメン召し上がられるんだけど、はい、つけ麺をメニュー表の左上に書いたりとか、いろんなそう写真で常につけ麺を目立たせたりして、徐々にそのラーメンからつけ麺がこう逆転するように持ってって、はい、今ではつけ麺屋さんとしてある程度認知されて、うん、ラーメンの売り上げをつけ麺が抜いて、今では私塾が、うん、つけ麺になったっていう、はい、そういう流れがあるんだけども、はい、もうそれはだからまあちょっと特殊な例っていうか、まあ、あくまでもラーメンっていう文化が広がってた上に乗っかれたっていうやり方なんだけど、はい、基本的にはだけどこのやり方っていうのはあんまりおすすめしないし、はい、俺もやった時にちょっと後悔した。やばい、つけ麺文化があまりにもなさすぎるっていう、やっちゃったけ、うん、はい、だけどこれから参入される方はじゃあどうしたらいいか、はい、まず俺が思うのは文化に根付いてるものをやるべき。なるほど。だけれども文化に根付きすぎてみんなが見落としてるところを狙うべきなの。これね、例えば、はい、かき氷、あ、これかき氷屋さんって、ね、ある意味俺は分かんないけど、はい、江戸時代は多分あったんじゃない、かき氷ってですよ ね、 ね、はい、うん、だけどあのかき氷をブランディングしようっていうところはどこもなかった。甘味屋さん行くと夏は宇治金時とか、ああ確かに冬は甘酒みたいな、そういうのがあった、はい、でもそっからかき氷だけを抜き出して、うん、ブランディングしてかき氷屋さんをやったらかき氷がブームになった。すごいっすよね。このやり方が一番俺は正解だと思う。なるほど。それで言うと、じゃあ例えば何があるかっていうと、はい、パンケーキ屋さんね。あ、これパンケーキも、まあ、カフェとか、はい、そういうところであったワンメニューを抜き出して専門化させて、はい、パンケーキ屋さんってやって大行列になったでしょ。確かに。それからあと、ね、例えばさ、俺らが子供の頃じゃ考えられないような商売っていうと、はい、チョコレートの専門店とか考えらんないわでしょ。確かに。でも今は、はい、ゴディバさんだったりとか、日本でいうとほら都市鎧塚さんとか、あ、なるほど、もうチョコレートを、はい、もう1000万ぐらいする時計みたいな感じでこう並べてブランディングして、はい、1個1粒で何1000円とか、すごいブランディングじゃん、はい、でもそれでやっぱ成功なさってる、はい、とか、あと最近で言うとよくテレビで俺も見る、はい、行った、俺もちょっとまだ勉強不足でそこは行けてないんだけどね、はい、ケーキ屋さんってあったでしょ、子供の頃から、はい、町のケーキ屋さん、はい、でそこに必ずあった商品としてはモンブランだよね、うん、でモンブランだけを抜き出してモンブランの専門店、確かに、その代わりすごいじゃん、もう目の前でブシューってやってこうかけて、はい、
あれもやっぱモンブランをやっぱブランディングして。なるほど。あと例えば和菓子屋さん、例えば夏になったらくず桜とか水羊羹とか。あ、和菓子屋さんって誰も目つけてなかった。だけど和菓子屋さんっていうのはずっと生き残ってたわけで、そうするとそこから何を抜き出したのって言ったら、何？フルーツ大福、いちご大福。あ、フルーツ大福か。あれはいちご大福っていう文化だけを抜き取って、うん、そのいちごだけじゃなくてそこになんだみかん入れてみたり、うん、はい、いろんなもん入れてブランディングして、フルーツ大福だけがめちゃくちゃ売れてるって言いますもんね。でしょ、はい、今まではこれあった事例の話で、これ、はい、でこれから俺が話すのは、はい、まだブランディングしやすい、はい、ブランディングされてるんだけれども、はい、され方がまだ俺の見方からするとちょっと甘いなっていう商売を話したいんだけど、はい、何かっていうと例えばたい焼き屋さん、はい、たい焼き屋さんってブランディングされてる？されてない。そうでしょ、うん、だからやっぱりあのたい焼きっていう商品はもう昔からあってずっと長い歴史あるんだけど、うん、じゃあたい焼きがそこまでブランディングされた店があるかって言われるとまだそこまででもないの。切り箱に入ってるたい焼きみたいな。お、極論そういうこと。そういうことですね。とか、はい、この前ちょっと俺がちらっとテレビで見たのは、はい、コップの中にソフトクリームを少し入れて、はい、たい焼きが落っこってるんですよ、はい、でこれ夏売るための戦略だったの。なんていうネーミングだったか忘れちゃったけど、はい、いいネーミングだったな。あ、なるほど。そう、売れそうな、売れそうなネーミングだったの。あとは羽根付きとか、まあ、そういうのはもうどこでもあるような感じ、はい、だそうじゃなくてもっと奇抜な、はい、文化としてもう根付いてる商品なんだから、そこにやっぱ奇抜さを加えてブランディングできたら、うん、たい焼き屋さんもまだまだ面白いんじゃないかなとか。なるほど、うん、あとはたこ焼き屋さん。たこ焼き屋さんも今ブランディングできてるたこ焼き屋さんって俺の知る限りは銀だこさんぐらいかなって、うん、まあ一人勝ちなのかな。でしょ、ってことはそこに誰かがやっぱりこう2曲とか3曲ぐらいになってきてもおかしくないのかなって、はい、たこ焼き屋さんのブランディングもまだまだやっていけんのかなっていうふうに思うし、なるほど、はい、お好み焼き屋さん、はい、お好み焼きとかもんじゃのお店っていうのも、うん、まだまだ昔から文化として根付いてる割にはみんな同じなのよ。まあ、はい、味の違いはあるよ、はい、味の違い、ここはねソースがどうとか、ここはもんじゃの出汁がどうとか、そういうのはあるけど、はい、じゃあもんじゃとかお好み焼き屋さんがブランディングされてますかって言われると、俺が知る限り、はい、もんじゃとかお好み焼き屋さんもブランディングされてるのって一社しかない、はい、会社名は知らないんだけども、もへじさんっていう、はい、月島発祥のもんじゃ焼き屋さんなんだけど、はい、ここはやっぱりそのお好み焼きとかもんじゃ焼きがブランディングされてないことに気づいて、それをブランディングした一個だと思うね。なるほど。それで成功なさった、はい、だからやっぱりまだまだそういうのはたくさんあると思うんだよね、調べる。あと俺昔やろうとしてちょっと諦めた業態があるんだけど、はい、うなぎ屋さん。うなぎ、うなぎ屋さんって老舗の人しかやってないわけよ。代々親から継いでとか、はい、新たな参入障壁って別に高くもないのにやらない、うん、なるほど、うん、これもブランディングしたら面白いんじゃないかなと、はい、でこれブランディングがそこまでいいか悪いかは別としても、はい、うなととさんっていうのがあるんだよね。あ、俺うなととさんは初めて行った時感動した。感動したっていうのはもう味はもちろん1000円ね切るようなあれだから、はい、味はもちろん4000、5000のうなぎと比べちゃいけないけれども、はい、うなぎ界の吉野家さんを作りたかったんだなと思って、はい、そこに着眼点を置いた創業者の方に素晴らしいなと思った。なるほど、うん、だけどまだうなととさんぐらいしか俺は知らないから、はい、それをこうブランディングして展開していくっていうのは、はい、だからうなぎ屋さんもまだまだいけるんじゃないかなとか。なるほど。今まで やってはいるんだけれども誰も参入しようと思ってなかったところに光を当てて、さらにその中から一品だけを抜き出して展開していく、うん、はい、そうすると何が違うかっていうと、例えばそういうお店ってよくあるのは40品50品あるうちの一品でやってるのだと、はい、1日3個か4個しか出ませんと。だけどこれを抜き出して専門化することによって100個出ます。そうするとやっぱり仕入れる分母もでかくなるから、はい、コストも削減できるし、オペレーションも簡素化できるから人件費も削減できると、はい、そうするとより商品にかける単価を上げられるから、はい、安くて美味しいものが作りやすいんだよね。なるほど、うん、だからやっぱりそういう意味では、お客様にとってもいいし我々にとってもメリットがあるっていう、そんな商売がこれから先やって成功しやすい商売なんじゃないのかなっていうのが、まあ、俺の考え方なんだよね、うん、
っぱりもっと深掘りして、うん、しっかりそのものを見てみると。そう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 。ということで、はい、まあこれからですね、参入して成功しやすい、まあ飲食店、はい、ということで今日は話させていただきましたけれども、ここまで見ていただいて参考になったとか、はい、僕もじゃあそういう目線で見てぜひ飲食店にチャレンジしてみようとかって思っていただいた方はぜひチャンネル登録ですとか高評価をして応援していただければと思います。本日はどうもありがとうございました。